スレムスカミトロビツァは、セルビアの都市及び、基礎自治体で、ボイボリナ自治州、スレム軍の行政的な中心都市である。サバ川の左岸に位置し、2011年現在、の人口は市外で37,586人、基礎自治体全体では79,773人であった。ローマ帝国テトラルキアキには、ローマ帝国の4つの首都のうちの1つとなり、 栄光の母の都市とも呼ばれ町やその周辺部から、ヘレニウス・エトルスクス、ホスティリアヌス、デキウス、クラウディウス・ゴティックス、クインティルス、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス、プロブス、マクシミアヌス、コンスタンティウス・ニセイ、グラティアヌスなど多くのローマ皇帝を輩出している。セルビア語ではスレムスカ・ミトロビザの名で知られるが、ルシン語ではスレムスカ・ミトロビザ、クロアチア語では、 スリーエムスカミトロビツァ、ハンガリー語ではサーバ戦でメテールまたはターンに、ミトロビツァ、ドイツ語では、ツイルミッシュミトロビッツ、ラテン語では、シルミウム、トルコ語では、ディミトロフチャと表記されたり呼称される。スレムスカミトロビツァの意味は、スレムのミトロビツァという意味で、セルビアでは、コソボを含めて、ミトロビツァの地名が、コソブスカミトロビツァやスレムスカミトロビツァないの、 自治体であるマチェバンスカ・ミトロビツァなどがある。ミトロビツァ自体は4世紀に殉教したキリスト教の聖人である聖デメトリウスのセルビア・クロアチア5名である。ローマ帝国期にはラテン名のシリミウムで呼ばれていた。1180年頃からシービタス・サンクティ・デメトリー・キビタス・ソンクティ・ディメトライ、ドミトロビツァ・ダミトロビカ、ミトロビツァ・ミトレビーツェと故障が変わり、 最終的に現在のスレムスカミトロビツァとなった。スレムスカミトロビツァはヨーロッパの都市の中でも最も古い歴史のある街のうちの一つである。人が住み始めた考古学的な発見は紀元前5000年より前に遡る。紀元前500年頃のイオニアの宝石が市街で発見されている。この街をローマ人が支配するようになったのは紀元前1世紀頃で、 シルミウムは、すでに集落が形成されていた。一世紀、シルミウムは、俗領やローマ市民の地位を得て、パンノニアにおいて、重要な軍事的、戦略的な場所となった。トライアヌス、マルクス・アウレディウス・アントニヌス、クラウディウス・コティクスなどのローマ皇帝たちは遠征の、準備を、シルミウムで行った。103年、パンノニアは二つの属州に分割され、上、パンノニアと、 シモパンノニアとなり、シルミウムはシモパンノニアの首都となった。296年、ディオクレティアヌスは新たに分割されたパンノニアの統治を行った。パンノニアは以前の2つの属州から4つの属州に分けられ、それぞれパンノニアプリマ、パンノニアウアレリア、パンノニアサウアパンノニアセクンダとされた。シリミウムはパンノニアセクンダの首都となった。 293年になると、ローマ帝国は分担統治を行うテトラルキアを導入し帝国領を4つに分け、シリミウムはローマ帝国の4つの首都のうちの1つとなった。他の3つはそれぞれ現在のトルコのイズミットである、ニコメディア、イタリアのミラノである、メディオラヌム、ドイツのトリアであるアウグスタトレウェロルムである。テトラキアが始まった時のシリミウムに赴任した皇帝はカレリウスであった。 318年同性が施行され、イリュリクムの首都となった。4世紀からは、キリスト教の中心として、重要な地となっており、シリミウム主教の本拠となる。4世紀後半になると、ゴート族が支配するようになり後に、東ローマ帝国に併合される。441年には、ン族が襲来し征服しており、その後約1世紀以上に、渡り東ゴート族。 ゲピド族など様々な蛮族の手にあった。短期間であったが、ゲピド族の王国の中心となり国ド王は金貨を鋳造している。567年以降、シリミウムは東ローマ帝国に再び取り込まれる。582年にはアバールに征服され、この出来事により古代後期のシリミウムの歴史は終焉した。六世紀頃の豪華な金のアバールの工芸品である。 ベルトが近隣で発見されている。2世紀以上にわたり、シリミウムがどのような状況であったかは明らかではない。8世紀、シリミウムはフランク人の王国に属していた。ブルガリア帝国の一部となる9世紀になると再び、シルミウムの歴史的な役割は増えることになり、ポペエドリアン2世は聖メトディオスのシリミウム大主教の称号を与えた。ブルガリア人によって、 シリミウムでのキリスト教の伝統は復活している。11世紀、第2次ブルガリア帝国の皇帝、サムイルの進化であるセルモン公の支配下となった。その後、1018年に再び東ローマ帝国に含まれ、ハンガリー王国との間で領有が争われた。この間、シリミウムにはシルミウム手間が置かれておりシリミウムはその中心であった。 1180年、東ローマ帝国が破れると、ハンガリー王国の支配下となる。1451年になると、町は、セルビア人領主ジュラジ・ブランコビッチの領有となる。1521年に、オスマン帝国の支配下なり、以後、2世紀にわたりその支配下にあった。オスマンの旅行家、エブリア・チェレビン・ヨレバ・ミトロビザは、ボスニアの三弱のベグである。 フスレブベグによって征服され、ディミトルフチャと解消された。16世紀半ばから町の住民のほとんどはムスリムであった。1566年、1569年の統計では592人のムスリムと30人のキリスト教徒の住居があったとされたが、1572年の統計では598人のムスリムと18人のキリスト教徒の住居となっている。 1573年の記録では町には17のモスクがあり教会はなかった。オスマン支配期のスレムスカミトロビツァはシルミア最大の居住地でありシレム山尺が置かれオスマン行政の拠点とされた。1718年になるとハプスブルク君主国がスレムを支配下に置くとムスリムからセルビア人やクロアチア人、ドイツ人移住者に置き換わっていった。 1765年の記録では、人口は809人おりそのうち514人は、セルビア人で290人は、カトリック教徒であるとされる。スレムスカミ・トロビツァは、ハプスブルクの軍政国境地帯の一部となった。1848年から1849年の1年間は、スルプスカ・ボイボディナとして、セルビア人の自治地域になったがすぐに、 軍政国境地帯の行政下に戻された。1881年に、軍政国境地帯が廃止されるとスレムスカミトロビツァは、オーストリア・ハンガリー帝国内のスラボニア王国、セレーム県に含まれた。1910年の統計によれば、人口は12,909人を数えそのうち4,878人は、セルビア語話者、3,915人は、クロアチア人、 2341人はドイツ人であったとされる。市街地を含まない自治体全域では32,012人おり、27,022人はセルビア語話者、2324人はドイツ人、1,071人はクロアチア人であった。1918年にオーストリア・ハンガリー帝国が終焉を迎えると新たにスロベニア人、クロアチア人、 セルビア人国が成立した。1918年11月24日にシルミアのルマの会議でミトロビツァを含むシルミアのほぼ全域をセルビア王国に組み込むことを決め続いて12月1日にスロベニア人、クロアチア人、セルビア人国になった。1918年から1922年にかけてスレムスカ・ミトロビツァは セレーム県の一部となり1922年から1929年にかけてはシルミアオブラスと1929年から1931年まではドリナ州、1931年から1941年まではドナウ州となった。第二次世界大戦時に数軸国とクロアチア独立国の軍隊が町を占領し、町の名前も クロアチアのミトロビツァを意味するフルバツカミトロビツァと解消された。ナチの傀儡政権であるクロアチア独立国の中でも大きな死の強制収容所がスレムスカミトロビツァにあり1万人以上のセルビア人やユダヤ人、反ファシストの人々が犠牲となった。1944年、町は新たにユーゴスラビア社会主義共和国のボイボディナ自治州の一部となり1945年からは ユーゴスラビア内のセルビア社会主義共和国となった。ユーゴスラビアの各共和国が独立後の1992年から2003年までは、ユーゴスラビア連邦共和国となり、モンテネグロとの連邦解消後は、セルビアの一部となる。スレムスカ・ミトロビツァ自治体の地域サバ川の流れ、スレムスカ・ミトロビツァ自治体にはスレムスカ・ミトロビツァ支部も、含まれマチェバンスカ・ミトロビツァの町や、 近隣の村も含まれている。サバ川北岸はスレム地方に含まれる。サバ川南岸は町場地方に含まれる。ありがとうございます。